皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌です。今回は、世界の半導体不足は味の素が原因なのかということについてお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定、ベルマーク、チンって押してくださいね。はい。今回はその前にお知らせで、2021年、来たる3月14日、 静岡県の裾野市で日本の未来を切り開くダブル講演会に、深田萌が講師として、えー、お招きいただいておりますので、よかったら、えー、説明欄にリンクを貼っておくので申し込んでください。玉上先生も、えー、講師として招かれていますので、えー、ちょっと豪華な <laughs> 講演会だと思います。まあ、あの、深田はもうどうでもいいんですけど <laughs>、みたいな <laughs>。で、今回のその本題なんですが、 世界の反対体不足は味の素が原因なのかっていうことなんですけれど、えー、そもそも何の話かというと、世界のその自動車産業で車載チップ が不足しているので、まあ、それはあの TSMC がその工場が結構そのオーダーでいっぱいで 5G とかハイパワーコンピューターとかそういうものに力を入れていて自動車をちょっと袖にしているでもテスラだけは不動産してあげるよっていうことをやっていて。 えあの選択的にこうどうも自動車メーカーとかトヨタとかがこう袖にされているっていう雰囲気だという話をしました、まあ、その時にですねコメント欄で味の素がまあ絶縁体を作っていてそれで CPU の絶縁体が足りないからチップ不足になってるのではないんですかっていうコメントがあったのでえちょっとあの調べてみたんですよね で、確かにツイッターなんかを見ると、まあ、世界の半導体不足は味の素が原因なんだみたいな、そういうあの、まあ、コメントをされてる方も結構いてですね、まあ、報道の方を見ると、まあ、ネットのニュースで、まあ、そういう大手さんじゃないんだけれども、まあ、味の素が CPU の絶縁体を作っていた。という、このニュースちょっと読みますね。CPU といえば、 あの、まあ、CPU って、まあ、セントラルプロセッサーユニットなんですけれども、まあ、さ、パソコンを思い浮かべる方も多いとは思いますが、ゲーム機にも当然使われている部品です。CPU の絶縁体には、味の素ビルドアップフィルムという相関絶縁体が使われており、現在で全世界の主要なパソコンのほぼ100%に達しています。これは調べてみて初めて知りました。 まさか CPU の絶縁体を味の素が作っていて、主要パソコンのほぼ100%シェアだったとは驚きです。PS5、Xbox シリーズ X は、ともに AMD の Zen2 というメジャーな CPU を使っており、拡張はありませんが、絶縁体に ABF を使っている可能性はかなり高いと考えられますというニュースが、まあネットで出ていたんですね。まあこれでちょっとあの、私も、あれってちょっと思ったことがあってですね。 えと味の素が原因で半導体不足ではないはずだぞというふうに思ったんですよ。で何かというとその味の素が作っている ABF 味の素ビルトアップ何、えー、だっけな <laughs> F は何だフィルムうんビルドアップフィルムはですね、えー、チップそのものではなくってですねチップと基板を の間にあるもう一枚サブストレートというあの基板があるんですね。で、それが何かっていうとちょっとね、あの、分かりにくいんですけれども、こういうあの、私たち普段はこの緑の板、プリント基板と呼ばれる板の上にいろんなチップを乗せてるんですが、そのチップでもその CPU なんかの、CPU、 と GPU をサブストレートという基板の上に乗せてそこからさらに PCB ですねこの大きな緑の板の上に乗せるという風に使うことが結構ありますそのプリント基板用ではなくってサブストレートチップを直接乗せるサブストレート用のあのビルトアップ用の絶縁体に 味の素さんが、えー、絶縁体を供給していて、それがシェア100%。パソコン用ではシェア100%だから、あの、世界的に半導体が不足しているんだよっていう話なんですけど、これちょっと、あの、誤解があると思うんですよね。で、もし、あの、本当に、<laughs> どう言えばいいかな。まあ、CPU は、まあ、そもそもチップ、 でチップっていうのはウエハーの上にカイロを焼いてそれをこう切り刻んでこう台を作るとそのチップが足りないのであってその下のサブストレート用の絶縁体が足りないっていう話ではそもそもないんですよそれにもし本当に絶縁体が足りないのであればバイデン政権マクロン政権そしてメルケル政権ですねでその人たちがあの味の素に電話せずにですね 台湾に連絡して台湾当局から TSMC を何とかしてほしいっていう話はしないはずなんですよね。ということはやっぱり不足しているのは絶縁体ではなくってあのウエハーでもなくてウエハーの上にこうチップの回路を焼いたチップそのものなんじゃないのかというふうに考えていたんですよ。で、あの三つ目ですね。三つ目にその絶縁体の素材自体は そこまで増産が難しくないっていうのと、まあ四つ目に、この味の素さんが強いのは、あくまでし、パソコン用の CPU で、社債ももちろん出しているんですけれども、シェアは、はあの100、100%ではなくて、競合もいるので、足りなければ代替品があるんですよね。で、そう思っているんですけど、結構味の素だっていう人もいるので、じゃあ、と思ってですね、味の素に問い合わせしました。 で、味の素だけではなくって、まあその絶縁体で、まあたまたま太陽ホールディングスという会社もあったので、ちょっと調べてみたんですが、まあ太陽ホールディングスの方は、このプリント基板、緑の板のプリント基板の方の絶縁体、えー、味の素の方はそのプリント基板の上に乗せる、えー、サブストレートの方の絶縁体を出していて、ちょっと違う種類なんですけど、あの、連絡して聞いてみるとですね、 まあ、絶縁体が世界で不足しているという話を聞いたことがないというふうに、ちょっと回答されていて、まあ、その、味の素の方にも同じ質問をしたんですけど、まあ、回答は同様に、その、不足しているなんて話を聞いたことがないと。で、まあ、それでももうちょっと食い、食い下がってですね、え、でもね、味の素さん、世界の半導体不足は、味の素が原因で起こっているという報道が流れていますよと。 なので、その、本当に不足しているんだったら、増産は簡単なのかをちょっと調査してもらえませんかというふうに問い合わせました。そうするとですね、まあ、あの、味の素さんすごくいい会社なので、えー、翌日回答をもらってですね、えー、需要分の絶縁体の供給は済んでいますと。そして、不足しているから増産してほしいという要望は、顧客の方からは来ていません。確かに、ただし、 確かに世界の半導体不足の原因はなぜか弊社味の素が原因だという報道も出ているので、その原因を調査した上で、その誤解を解くためにプレスリリースを打つ必要があるのかどうか、ちょっと当社でも検討を始めましたっていうことをおっしゃっていてですね、どうもちょっと味の素さんもびっくりしたみたいです。 で、まあ、なぜかね、まあ、絶縁体のメーカーの間では、あの、絶縁体は不足してないというふうに認識していてですね、ネット上のニュースを見ると、絶縁体が不足しているから、世界の半導体不足の原因は味の素で日本人なんだみたいな話になっていて、いやいや、そうじゃなくて、日本じゃなくて、えー、TSMC が、あの、日本の自動車メーカーを袖にしてるだけの話だよっていうことなんだけれども、まあ、そういう、あの、話がどうも流れていましたと。 で、どのみちその、味の素の、その、絶縁体が万が一足りないとしてもですね、車載用の CPU の絶縁体としては、えー、シェア100ではなくって代替品もあるので、どのみち、あの、味の素が原因で、車載チップが足りないという話にはなり、ならないと思うんですよね。で、今後その、 日本が、まあ、こういうね、半導体チップが足りないっていうことに対して、どういうふうなことをしていかなきゃいけないのかっていうことをまず考えると、やっぱりその、日本のそのメーカーさんは、自動車メーカーさんはね、ルネサスにもう一回工場を動かすんだみたいなね。中工場でえ作って焼いていたチップを全部 TSMC に移管をしていたんですけれども、それを一部、 TSMC から日本のルネサスに戻してそこでまた焼き始めているということになっていますで本来であればルネサスが社内チップ強かったんですけれどもマイコンでねでルネサスがなぜかあのコストが高いから全部 TSMC に移管しようと言ってですね。 中工場と同じように社債チップが作れる工府工場閉鎖ちしちゃったんですよ。そして中工場の分の仕事も全部 TSMC お願いしますとかやっているから足りないんですよね。で、あとはね、その日本の半導体復活というよりかはこういう半導体不足の あの、原因になるっていうのは、半導体そのものが不足してるわけではなくって、そのチップを焼く。ウェハー自体は足りてるんです。だからチップを焼くっていうところで足りていなくって、そのチップを焼くって言っても、最先端の5なの7なのとか、そういうその、最先端のプロセスじゃなくって、足りないのは28とか、そういうあの、オールドテクノロジーなんですよね。 で、そんなオールドテクノロジーでどうして、えー、TSMC から簡単に違うファン半導体ファウンドリーに移管できないのかっていうと、まあ、TSMC がやっぱりそのカスタマイズをこうかなり行ってですね工場に紐付けて工場から簡単に顧客が移動できないように誘導してるっていうのもあるんですよそこをやっぱりその半導体の世界である程度共通項を えー、作ってですね、標準化あ。ある、ある程度は標準化を進めて、簡単にその、工場を移動できるようにしないと、今後もこういうことって起こると思うんですよね。で、そもそも、チップを焼くのを一社に頼むっていうのは非常にリスクが高くてですね、アップルなんかは、あの、かなりいつも最先端のプロセスを使ってるんですが、最先端プロセスを使うときって、工場も本当に二択、サムスンと、 えー、TSMC の二択しかないんですよそういう時でもアップルは2択でサムスンと TSMC どっちでも焼いて、えー、リスクをヘッジしているんですよね。ということを考えるとやっぱりその日本のメーカーもですねルネサスとか日本のメーカーみたいにあのちゃんとこう納期を守ってくれる。 トヨタが神様だから優先してくれるっていう風に、あの、外国ではそういう風にはならないので、やっぱり、あの、万が一のことを考えて、いつでも工場をか切り替えれるようにえ用意しておかないといけないんじゃないのかなと思います。今回、あの、トヨタに関して言うと、ルネサスでもう一度工場を稼働させたっていう風に報道されていますけど、他の自動車メーカーね、まあ、ああの、 フォードとかクライスラーとか、そういうところはそれできないんですよ。だってあの、もう完全 TSMC に移管しちゃってるんで、それに自動車メーカーはその半導体チップメーカーの直接の顧客じゃなくて、間にインフィニオンとか NXP とか入ってるんですよね。なので、あの、自動車メーカーが直で半導体とやり取りしてるわけじゃないんですよ。ただ、あの、自動車メーカー、日本の自動車メーカー、トヨタとかは、まあ、ルネサスと、まあ、あの、直接やり取りをしていた、 こともあったので、ある、あ,あ,あったもね、あったのでとか、ルネサスを直接やりとりをしてて、ルネサスが、まあ TSMC に移管しちゃって、じゃあ元の、昔のルネサスのラインを動かせよって言われたら、はい、わかりましたと言って、動かせたからよかったけれども、工部工場みたいに、ね、その中工場のその車載用のラインも潰しちゃってたら、これね、 本当に終わってたと思うんですよね。日本の自動車産業というのが。なので、こういうあの、危ない橋をいつまでも渡る、一社に依存し続けるっていうのは非常に危ないことだから、まあ、日本も、あの、ちゃんとチップのハンド、チップを焼く工場っていうのは何社かに分けておかなきゃいけないし、 まあ台湾の TSMC っていうのは韓国サムスンをかなり目の敵にしてて、まあ、日本のメーカーがエレクトロニクスメーカーにしよう自動車メーカーにしろまあサムスンと付き合ってほしくないと思ってるんですよねなのでまあそういうあの韓国叩きみたいなニュースも結構出てきてはいるんですがあの日韓断交とかねそういうあのまあ喧嘩のムードに流されてそういう韓国と距離を置くっていうのはあんまり えっとね、距離を大きすぎる断行というのはよくないですよね。 韓国のサムスンと TSMC で、えー、どちらでもチップを、最先端のチップを焼けるっていう風にヘッジしておかないと、まあビジネス上のリスクはこれからも残るかなと思います。で、最先端じゃなかったらね、本当にあのチップの工場、28ナノ、4 7ナノの工場というのは、まあ中国にもあるし、日本にもまだまだ多少は残っています。ただ、その残ってる工場、台湾がどんどん,どんどんどん買収して、日本の工場、 あの半導体工場本当に減ってますからそういうその台湾が国を挙げて世界の半導体産業を支配するという戦略をとっているということを見落としてはいけないかなと思いましたということで、えー、今日もありがとうございました今日の衣装はハラペコなんだっけ青虫芋虫うんみたいなエリック・カールの,あのリンゴちゃんとなんか青虫です じゃあねー。